こんにちは、速稼塾の久保です。2030年までに運転免許がなくなるかもしれません。まあこういう説もあるんですよね。そしてこの運転免許はなぜなくなるかというと、まあ、自動車がね、自動化されたり自動運転車になったりとかね、もう人が乗って誰も運転しない、ただ車の所有者はいるという感じですよね。まあですんで交通違反もなくなりますし、免許を取らなくても車に乗れちゃうんで、まあ自動ですからね、運転者いないわけですから。ですんで免許センターに通うこともないですし、運転免許の更新もない。本当にいいことづくめだなと思いますよね。あとね、飲酒だろうが居眠りだろうが違反がないですから、機械が全部オートメーションでやってくれますんで、今まで私たちはね、スピード違反、シートベルトはまあするにしても一旦停止とか駐車違反とか随分と罰金取られてきましたけども、こういうのが一切なくなるんですよね。私たちからするとものすごく天国のような世界が来ると思います。今回こういうふうなね、運転免許がなくなり2030年までに、まあ、いらなくなるもの、自動車が自動化になることによって、バスもそうだし長距離トラックもそうだし、いろんなものがね、豊かで便利になる、私たち消費者の本当にね、目線に立った政策、それが自動車の自動化だと思うんですけども、まさにね、自動車自動になるわけですよね。さあ、じゃあその裏側で本当にこの運転免許がなくなるのか、あ、そして自動運転車が実現するのか、それはいつ頃になるのか、これをね、逆の立場から私紐解いていこうかと思うんですよ。今回まとめるのは3点です。一つはですね、教習所です。教習所がもしかしていらなくなるとなるとね、困る人って誰がいるかなって考えると、当然教習所にお勤めの方、いきなり就職先がなくなっちゃいます。2030年っていうことを仮に設定すると、今自動車教習所で従業員を募集しているところもあると思うんですよ。そして現在残る自動車教習所、生き残りをかけてね、まあ、いろんな講習をやったりとかね、呼び込みをしたりとかで、教習車をね、 BMW にしてみたりとか、いろいろ工夫してると思うんですよ。さあ、この構造が本当になくなることありえるんですかね。自動車教習所の OB って誰が参加してると思います？例えば自動車教習所の校長先生、当然自動車教習所の管理運営をする人がいるわけですよ。それが校長先生なんですけども、なんと警察の天下り OB がここにしっかりとついてるんですよね。じゃあ警察の勤務後の天下り先がなくなるようなことを果たして警察権力がするのかなって思った時に、やっぱり自動車教習所はなくならないような気がするんですよ。あと現在でもね、自動車教習所ってどういうふうに利益を上げるかっていうと、当然ですけども生徒さんからいただく、まあ、講習代ですよね。今30万とかするわけでしょ。昔はもっと安かったと思うんですけども、どんどん値上がりしてます。それは教習所に通う若者が減ったというところがあるんで、その影響が大きいんじゃないかなと思います。まさに、まあ入校者が減ればですね、生徒さんが減れば単価を上げていくしか今までの利益率を維持できませんからね。その中で、そうですね、一発免許って言って試験にだけ来て運転技術でOK をもらうみたいな形もありますけども、この一発検定っていうのは実際には 5% 以下の合格率なんですよ。ほとんど合格しないんですよ。ですんで厳しい厳しいわけなんですよね。でも一発講習に来る人、一発免許に来る人って相当運転に自信がある方とか、昔免許を取ったけど何らかの形で失効した方が、まあ教習所に行くまでもないからって感じでもう一回受けに来るんですよね。でもこれは査定がものすごく厳しくって、ほとんどの人を通らないようにしてるんですよ。でも自動車教習所に通うと少々のことではね、反抗してくれるんですよ。そして少々のことでもない限りほとんどの人がですね、免許取れちゃうんですよ。こうなると教習所は甘々、一発検定は厳しい厳しいということで、一発講習2回3回落ちた人はやっぱ教習所に通おうかってことになるんですよ。つまり売り上げの確保になるわけですよね。こういうふうなサイクルができてます。自動車教習所、この巨大利権多分手放さないんじゃないかなと思いますよね。つまり自動車教習所関連の方がこの自動運転車にものすごく抵抗するロビー活動をしてるんじゃないかなと思います。2つ目、免許の更新、2年ごとに行きますよね。私も行きました。また2年先に行かなくてはいけません。まあ仕方がないですよね。でも運転免許の更新にまあ行くとですね、例外なく毎日ワンサと混んでます。ぎっしりと人が詰まっています。そして免許の更新に関わる費用、そこで働く人、そういうのを考えると
自動車教習所以上にこの免許更新免許センターってのも巨大利権構造ですよね。そして漏れなく自動的に毎日お客さんがやってきて大金を落としていくわけですよ。しかもあれ1日に3サイクルあるわけでしょ。朝と昼と夕方とで多分3つの窓口があると思うんですよ。まあ私は朝行くんですけども、帰る頃には昼の人がまた並んでるんですよね。昼に行った時でも帰ろうとしたら夕方の人が並んでるんですよ。もうどんだけ売り上げあるんだみたいな感じですよね。でそこでまあ警察の天下りの人ももちろん行きますけども、警察関係の方もお勤めになってるわけなんですよ。まあ事件もないし事故もない、まあ、安全な職場だなと思いますよね。それでいて警察の制服着てますから一定の権威があるみたいなところですよね。じゃあ運転免許がなくなってこの免許更新のビジネスってのがなくなること考えられるのかなと。営業しなくても人が来るようなそんなね、もうドル箱の、まあ、部門ですよね。なくなるのかなと思いますよね。これが2つ。うん、ちなみに免許更新の年間売上ってどのくらいでしょうか。ちょっと調べてみたら面白いかもしれないですね。はい、3つ目です。免許があればこそ、運転すればこそ違反が存在します。この違反の罰金なんですけども、これはね数字が出てます。年間でね1000億円の軽微な反則金が集まるそうなんですよ。一旦停止とか駐車違反とかシートベルトみたいなやつですよ。まあなんかね、ひき逃げとかね、ああいう大事故ではなくて、大事件ではなくて、本当にうっかり誰でもしそうな違反によって集まる違反の納付金が年間1000億円。これね、どのぐらいの規模かっていうと、年間で1000億円のいわゆる利益ですよ。ね、仕入れがないわけですから。その利益を出せる会社ってのはどのぐらいかっていうと、パナソニック以上ですよ。年間1000億円なんて。パナソニックも1000億円の利益は滅多にいかないんですよね。だからそのぐらいの大企業があるようなもんなんですよ。しかも反則金だけです。つまりは警察官のしているサイドビジネスレベルでですよ。警察官の方ってのは他にもいろんな仕事があります。そのうちの一つが交通違反の取り締まり。取り締まりも特に毎日やるわけではなくて、シーズンによってたまにね、ネズミ捕りみたいなことをやるわけですよ。うん、そうするとね、やっぱり1000億円ぐらい集まっちゃうんですよね。じゃあこの大きな利益構造をさて手放すかなってことを考えたら、今日はね3つだけちょっとセクションお話ししました。うん、利権構造ですね。自動車教習所がなくなる、それに抵抗する勢力はあるなということと、あと免許更新の免許センター、ここの運営にもひびが入るようなことを果たして警察権力がするかなってところ、3つ目が交通違反の取り締まりによる売上の減少ってものがありますよね。だからこれからテクノロジー的には自動運転車可能だと思うんですよ。十分可能です。でも実際には利権構造の中で許されないでしょうね、きっと。これがね、私の見方なんですよ。じゃあ、これを前提にですね、ストーンさんから送られてきた動画を見ていただきたいと思います。もちろん私今回あえてね、あえて反対側の立場からいろいろ考えてみたんですよ。で、ストーンさんからの情報っていうのはこれから流れますけども、すごくね、私たちの心躍るような内容です。でも常に私こう思うんですよ。物事は一方から見るんじゃなくて、まるで反対から見る。アンチテーゼってものを常に自分の考えている思考のですね、反対側に同じ分だけ、同じ質と同じ量を持ったアンチテーゼが存在するって見ると、まあいろんな立ち位置を見失わずに済むかなと思います。もちろん私の希望としては、運転免許がなくて自動運転車があって、本当にもうね、違反とかに恐れずに自由に車を楽しめることかなと思うんですよ。でも現実はこういったシロアリのようにね、車利権にぶら下がっている天下りの温床たる運転免許違反、そして免許の学校ですよね、教習所、こういった3点を取り上げただけでも山のように困難な課題が想像できるんですよね。はい、じゃあ今回は以上でございますけども、あとはストーンさんの動画ちょっとご覧いただいてください。それでは失礼します。はい、こんにちは。週刊中年ジャンプ編集長のストーンです。今回もですね、お金の勉強ということで、今回はですね、結構明るい話題ですね。明るい話題です。自由な未来はすぐそこに。自動運転2030年実施と。早いですね。ビジネスはどうなる、どう変わるということですね。これやっていきたいと思います。
ですね、先ほどもですねちょっとね車乗ってきたんですけども、やっぱね夕方になったりするとちょっとねかったるいなってね、暗くなるとね前みたいによく目が見えてこなくなって、暗くなるとねちょっとね視力が落ちたりするんで疲れるなっていうのがあったりするんですよね。あとまあちょっと事故も怖いですしね、だまあもうね車に乗るのが楽しいっていう感じはもう今現在も正直なところないですね。前はね用がなくても車乗ったりしてたんですけども、今はちょっとそういう感じではなくなっちゃってますね僕はね。ただまあ車好きっていう方もいらっしゃいますからね、それはそれでいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ事故なんかもね怖いですしね、まあ飲酒運転なんかももう根絶っていう感じには なってないですよね。今もね厳罰化したからってこう、根絶されるってことはまあないわけですね。これ人がやってることですから、どうしてもやっぱりあると、まあ、事故なんかもそうですよね。必ずこうどこかで事故があるということなんですよね。まあ、こういう状態がまあ今はね続いてるんですけども、これいつまで続くかなってことなんですよね。でここでですね、今回今自動運転ってことなんで、これ自動運転がね現実ねされたら実現されたらですね、どうですかね皆さん。どんな未来、どんな感じになると思いますかね。まあ、未来といっても2030年なんで、あともう9年とか8年とかそんな感じで、まあ、ある程度の形になってくるんだと思うんですけども、まずですね、これがもう実現したらですね、免許証がまあなくなっちゃうわけですよね。免許証いらないと。だから、免許なくてもですね、移動ができると。で、車持ってなくても、移動ができちゃうと。もうずっとね、その辺をこう自動運転で回遊してるらしいんですよね、車。まあ、流しのタクシー、無人タクシーがこうぐるぐる回ってるようなイメージみたいなんですけども。なので、まあ、この研究開発してる方はね、これを移動の差別をなくすためにやってますということらしいんですよね。まあ、移動の差別っていうことなんですね。車を持ってる、持ってない、免許があるなしに関わらず、もう自動車でこう移動ができるということですよね。だこうなると、買い物とかね、お母さんの毎日のスーパーの買い物とか、雨が降ろうが、ね、寒かろうが暑かろうが、荷物が多くてもね、車が迎えに来てくれるんでね、すごく楽になるんじゃないかなと思いますね。まあ、そもそも運転しなくても良くなるっていうね、ことですよね。はい。ちょっとじゃあ次のページ行ってみましょうか。これですね。はい。2030年にまあ自動運転が実施される予定ということでですね、こうなっちゃったらね、いらなくなるものが出てくるってことなんですね。いらなくなるものをちょっと挙げてみました。まず自家用車がいらなくなりますよね。これはまあ、自動運転、回遊してるんで、自家用車いらなくなる。まあ、スマホで、ね、呼ぶと、まあ、5分ぐらいで来るというような設計みたいですね。で、まあ、運賃はもう電車並み、電車のまあ 1.5 倍ぐらいだそうなんですね。まあ、試算によるとですよ。なので、すごくもう本当にね、タクシーなんかより全然安いですし、いいんじゃないかなと思いますよね。で、駐車場もなくなると。自宅の駐車場もいらないですし、あとはお店の駐車場もね、いらなくなるんじゃないかなと。車乗り捨てっていう感じなんで、乗って降りたら、もうどっか行っちゃいますから、その車は。で、また帰るときは呼ぶと来るっていう感じらしいんですよね。だから、大きい駐車場っていうのはいらなくなる、なってくるのかな。だから土地もね、割と空いてくるのかな。ちょっとその辺もね、考えていかないと分かんないんですけど。はい、であと信号もいらなくなるってことですね。全部こう空から、まあ、どういう風になるのか分かんないんですけど、空から管理して、全て子どもの動きなんかもね全部把握するみたいなんですよね。だから子どもが交通事故で引かれて死んじゃうってことは、まあ、少なくなるというか、まあ、なくなるっていう方向なんでしょうね。すごいですよね。だから事故もなくなる、ね、すごいです。まあ、信号がなくなるということですね。はい。で、まあ、交通事故ですね。先ほど言った交通事故とか、あと飲酒運転ですね。こういったものがなくなると、飲酒運転での、まあ、悲惨な、ね、事故、子供が、ね、巻き込まれたりっていうのが、まあ、なくなるんじゃないかっていうことですよね。すごいですよね。こういうのを技術でクリアしていくっていうのがすごいですよね。人任せ、人の信頼だけじゃなくて、こう、ね、技術でカバーしていくっていうことですよね。であとですね、満員電車ですね。満員電車、今、まあまあ、割と今はね、こんな時代、時期なんで、どうなんでしょうね、電車最近乗ってないんで分かんないですけど、満員電車がなくなると、まあ、電車に乗るより車で動いちゃった方がいいと。で、これ、車の数は足りんのってことなんですが、
今ですね、大体こう稼働してる車っていうのは、全部の車、日本中の車のうちの 10% ぐらいしか動いてないみたいなんですよ。なので、まあ、その辺もカバーできるんじゃないかってことらしいんですね。だもったいないですよね。10% しか動いてないというと、自家用車持っててもですね、まあ 10% なんで、まあ300万で車買ったとしたら、まあ 10% しか使ってないんで、まあ、3000万ぐらいのものを買ったような感じになるわけですよね。だもったいないですよね。だそれを3年ぐらいで買い替えてると、すごいお金持ちですねっていう感じになっちゃうんですけどね。だから非常にもったいない感じなんですよね。まあそういうことで満員電車もなくなる。まあこれ新幹線だとか、あとはその、リニアモーターカーですか。こういうのはまああるんじゃないかな。幹線は残るんじゃないかなっていうことですよね。はい。で、あとはですね、バス、タクシー。まあ、この辺がね、当然、まあ、なくなってくるのかなと。だから運転手さんとかね、こういうのも仕事的にはなくなっちゃうのかなって感じですね。あと、運転免許。これがね、取得しなくていいんじゃないかっていうね、ことですね。はい。だから、教習所なんかもね、なくなっちゃうんじゃないかなと。ね、ちょっとだその辺未来も少し考えておかないと、駐車場をやろうかななんて考えてる人とかですね、道路のね、信号の補修とかね、点検とかやってる会社とかね、ちょっとそういうのはね、仕事がなくなっちゃうのかなって感じですよね。はい、そんなことですね。じゃ次のページに行ってみたいと思います。こんなのが迎えに来るんですよ。まあこれかどうかってまた別として、これコンセプトカーなんで別なんですけど、こういうねバスタイプのものとかこういうものが来るらしいんですよね。でこれまあ電気自動車っぽいですけども、その動力、燃料系っていうかね、電気なのかガソリンエンジンなのかって、そんなのことはね、もう全然関係ないみたいですね。これはこうなった時に、経済的な方にやっぱり流れていくってことなんで、ガソリンエンジンの方が良ければ、そっちの安い方にですね、もう自然に流れていくんで、それは心配いらないよってことなんですよね。まあそういう、電気自動車がいいとか、ガソリンがいいとか、そういう次元じゃなくて、もっともっとすごく大きく変わるってことなんですよね。はい。ということでですね、そうそう、5G になってどうなるかっていうのはやっぱりねこういうことなんですよね。携帯電話ね、よく今最近だともう今 5G ですみたいな言ってますけど、別に今何も変わってないじゃないですか。だけどもこれが5G になったっていうことの結果なんですよね。ここまで交通がガラッと変わっちゃうっていうのがね、すごいことですよね。これちょっとついていくのが大変だなって感じですけどね。で、あとですね、そう、この道路ですね、2030年にできちゃうっていうこの速さ、スピードの速さはですね、現状の道路で対応ができるみたいなんですよ。まあ、若干の変更はあるんでしょうけど、道路をもう全てやり替えなきゃいけないってなると、こんなもう10年ぐらいじゃ全然できないんですけど、今の現行の道路のまま、形状のまま、ほとんどそのまま使えるようなんで、そこがすごくいい点ですね。はい。こういうのが迎えに来るということですね。で、ちょっと次のページかな。でですね、これトヨタ、これもですね、もう実際に動いてまして、これは今年の7月の20日のニュースですね。トヨタの子会社、ウーブンプラネットホールディングスはですね、アメリカのリフトっていう会社ですね。リフトの自動運転部門、レベル5の買収を完了ということですね。こういうふうにもう動いてるということですね。このリフトっていうのはどういう会社かっていうと、2012年に設立されて、アメリカとカナダにおける最大の移動輸送ネットワークの一つですと、移動に関する所有からサービスへの大きな社会変化の中で、リフトはこの最前線にいます。リフトの移動輸送ネットワークはライドシェア、自転車、スクーター、レンタカー、乗り換えをすべて一つのアプリにまとめています。私たちは世界最高の移動を実現し、人々の生活を向上させるというミッションに先進して取り組んでますと、まあ、こういう会社をトヨタが買ったってことなんですよね。だからもうかなり本気というか、もう現実的にもうすぐそこまで来てるというのは本当なのかなと思います。はい。でですね、問題がですね、この行政の方なんですよね。僕はこれがまああるんで、まあなかなかそうは言ってもあと20年ぐらいはかかるんじゃないのかなと思っていたんですが、これなんと行政が作った、これほら、内閣官房情報通信技術 IT 括弧 IT 総合戦略室作成ということですね。まあこういうふうに、まあ、国土交通省のファイルの PDF をダウンロードしたらこういうの出てきたんですけど、まあ、2030年で
ですね、ここで全部こう矢印が止まってまして、世界一安全で円滑な道路交通社会と、まあ、こういう実現しちゃいますよってことなんですよね。すごいですよね。もう国も結構力を入れてるということ、まあ、世界中にこういうのができるんでしょうね。日本だけやらないってことはないと思うんで、こういうのがあるんだと思います。でですね、こうそうは言っても、もう今もう車好きだし車の運転したいんだって方結構おられると思うんですよね。まあそうなるんですが、まあ大体ですね、これは海に行くんじゃないかっていう話があるんですよね。海の方で、海海上でですね、まあ車みたいなこうヨットっていうかモーターボートっていうかね、まあそういうので、楽しんでもらうとかね、あとはサーキットとかね、そういう特別なそういうエリアでやるような形、まあだから乗馬みたいな感じになるんじゃないかなっていうことですね。はい。まあこういうね、ノスタルジーっていうか、まあ前の方が良かったっていう人もね、結構いると思うんですよね。まあそういう一定数いらっしゃると思うんですけども、そういう方々でですね、まあ現実が少し遅れるっていうことは、まあ歴史的にも結構あったようなんですね。だから2030年って言っても、これ2035年になったり、2040年ちょっと手前になるのかなとかってね、そういうことはあるのかなと考えられますね。はい。ということでですね、これはこれおしまいなんですが、皆さんどうですかね。もう社会がここでガラッと変わるっていう、まあ本当に8年9年前ってどうしてたかなっていうと、まあそんなに変わってないような気がするんですけどね。でこの後の8年9年っていうのはかなりこの IT 技術でですね、いよいよ本当に現実になってくるみたいなんで、かなり変わるようなんですよね。そうするとさっきみたいにこうなくなってくビジネスがあるんですけども、また新たにですね、新しいビジネスも多く出てくると思うんですよね。まあ、ものすごいスピードでこう変化していくんじゃないかって、これを取り組んでる方が言ってたんで、まあでもそうなんだろうなというところなんですが、なかなか想像できないですよね。どうなっちゃうのかなっていう。だからこれちょっとこの先ほどのパワポを見ていただいて、こういうものをちょっと書き出してもらったりしてね、自分でどんなのがなくなっちゃうのかなとか、どういうのが考えられるかなとかね。だから迎えに来る車の中がもう運転しなくていいわけなんで、タクシーみたいに乗ってるだけなんで、なんでしょうね、こう営業とかが入ってくるかもしれないですよね、画面からもう全部情報がね出てくるわけですからね。だからそうそう、お金も変わってくると思うんですよね。お金ももう紙幣とか貨幣じゃなくて、もうデジタル通貨になってくると思うんで、だから乗ったら瞬間その人はどういうものが欲しいのかなとか、そういうのがなんかできそうな感じしますけどね。それよりももっと新しいビジネスがね、できてくるんじゃないかなと。居酒屋さんなんかいいですよね。飲酒運転ないですからね。気軽に寄ってちょうだいよみたいな感じになりますからね。うん、まあ、もっともっといろんな仕事がこうガラッと変わって新しいものが出てくるのかなと思いますね。だから皆さん、どんなビジネスをしていきますかということで、今回は終わりになるんですけども、ちょっとね、考えていくと結構面白い夢のある、夢といってもすぐね、10年以内の話なんで、結構楽しいですよね、考えていくとね。ということで今回は以上となります。またの次の動画で会いましょう。さよなら。